はい、皆さんこんにちは、双葉の神野です。こんにちは、北海学園大学の佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日も、参りたいと思うんですけども、このコンテンツは大学生のリアルな悩みや相談を聞いて、それに対して大学教授である先生にお答えいただいて、明日からでも何か活用できる、アドバイスだったりとか何か実践方法っていう、お話をいただくというようなコンテンツになっております。それでは早速、悩みの方に行きたいと思うんですけれども、今回は大学4年生からの悩みになります、ありがとうございます。就職活動で第一希望の会社に落ちてしまいました。大学生活をその会社に入るために頑張ってきたつもりですが、報われずにやる気を失っています。それでもなお就職活動を続けなければならないと理解しているつもりではありますが、どうしても動けなくなっています。どう考えれば前に進めるでしょうかという話でした。はい。いや、報われないですよね、なかなかね。就活でね、だいたい1回ね、最終面接落っこっちゃって、もうやる気失っちゃって止まるみたいなのパターンでね。しかもね、第一希望の会社いけると思うんですよね。なんとなく、なんか最初のエントリーシートっていうのがあったりするんだけど、それがこう通ると、あ、いけんじゃないかなって思っちゃうんですよね。やっぱ大学でもそうだけど、第一希望とか第一志望のところにね、やっぱ受かりたいって思いが強いし、思い出強いですからね。それが起こったら相当ショックだよね。だけどどっか就職先は決めなきゃなんないんだけど、第一希望じゃないところに就職したって幸せになれないみたいなね、これ以上いいとこないんじゃないかって思っちゃう。なんか変な、別に行ったことないのに変な愛着感湧いちゃうってやつ、めっちゃありますよ。いや、本当にやっぱ多くって、一旦これで止まってしまうっていうのが実際就職活動中では問題で、やっぱその止まってる間にいろんな会社がエントリーを締め切ったりしているわけだから、実は持ち駒をこうずっと持ち続けるとか、そのなんていうか止まらないってことが実は現実的にはすごく大事なんだけど、ただリアルに精神的なところを考えると、やっぱ止まっちゃうよねとか悩んだりとかするよねっていうのはね、あるし、多分この方もね、結構本気でこれ悩んでるっていうか、悩ましい可能性がね。この回答次第で動けるか動けないか決まるっていう部分では結構責任重大な話ではありますけどね。ただ悩ましいっていうことを言っちゃうと、その精神論になっちゃうんだけど、でもちょっと冷静に、客観的とか理屈でね、考えてみると、単純で第一志望って何っていうのを真面目に考えた方がいいって話なのかなと。つまり第一志望って、入ったこともない会社のことを言ってるのって本当にっていうね、多分それは思い込みだから絶対に固執する必要ないよっていうのが、多分自分が相談された時の答えかなっていうふうに思うというか、社会人としてその会社を見るっていうのと、お客さんとしてその会社を見るっていう視点と、やっぱ2つあると思うのね。でその会社に入りたいっていうのは、その会社で働きたいっていうことだから、働き手としてその会社がどれだけいいかっていうことをやっぱり評価しないとダメなんだよね。だけど厳密にはどれだけ調べて、どれだけいろんな人に話を聞いても、入った後自分がその会社でどんな風になるかとか、どんな仕事でどんなエキサイティングな生活を送れるかってわからないわけね。ってことは、なんでその会社のことを第一志望って言ってるかっていうと、結局それは妄想が広がってるに過ぎないっていうか、きっと入ったらこうだとか、でそういう気持ちで見るから、いいとこだけ引っ張り上げて、あれもいいこれもいい、やっぱり俺はここしかないみたいな感じで、ここに入りたいわ私ってなっていくっていうか、そういう構造がこうあると思うんだよね。だけどそれって傍から見るとやっぱり妄想に過ぎないというか、結局仕事人とか働き手としてやっぱその会社のことをこう見てないっていう感じのところがやっぱ大きいと思うんだよね。でそれはいわば、もしかしたらお客さん目線とか学生目線でその会社がいいっていうふうに言ってるに過ぎないことなので、あんまり気にしなくていいかなっていうか、それ多分第一志望じゃなかったよっていうふうに思ってもいいのかなと。現実的にこれは経験則だけど、第一志望って言ってる業界やまたは会社に就職する人って相当一握り1割いるかいないかとか、多分そういう世界だと思うんだよね。だから落ちる方が普通なんだけども、もっと言うと落ちた人が、じゃあみんなもういやいやその会社にね、第二志望か第三志望か分かんないけど入ってるかって、そんなことなくって、ほとんどの人は終わった時、俺これが一番良かったとか、私に一番合ってる会社は途中で見つけましたっていう人がやっぱりほとんどなんだよね。ってことはどういうことかっていうと、1個目はむしろ落ちて当然だし、落ちるからこそ本当に行きたいところを見つけることができる可能性があるよっていう。大体第一志望って
その触れ込みの情報とか一番最初にお客さん目線で見つけた会社に惚れ込むことが多いので働き手として見てないことが多いんだよね。だけど就活中で見つける会社って結構リアルなその会社の働く状況だったり仕事内容とか分かった上でその会社のことを見つけていくので、そこで見つけた会社の方が本当の希望に近いっていうか本当にリアルな志望対象になる可能性がこう高いんだよね。でそういうことを考えると第一希望って言ってもしかしたら妄想がこう広がって第一志望って言っちゃってるような会社なのであれば、実は落ちてよかったぐらいに思ってももういいのかなっていうふうに、だから固執する必要もないし、それを慰めで言ってるんじゃなくて、むしろもっといい会社見つかるからもっと今から覚えた方がいいよっていうふうにこう言えるかなっていう感じね。今そのまあこの子が実際にどういう今ねどこまでこう状況を進めてるかちょっとわからないのあれですけど、まあ今見えてる部分って多分学生目線 100% で見てる企業の良さからまあ落ちてある意味当然というか、なんか今思ってる良さとかはまあ本当に良さではないっていうところでまず一個開き直れるというか、全然落ちたことをそこまでこう思い悩む必要はないっていう話。多分今の話ですごく重要なのが、まあ、第二志望第三志望でこう受かっていく中でよりここで良かったと思える企業に出会えるっていう理屈はあったとしても、学生目線のままこのまま第二志望第三志望探しても意味はないですよね。変わらないので、そこのこの視点の切り替えみたいなのをどう社会人目線に切り替えていけるかっていうところに、なんか次のこう突破口がある気はするんですけど、じゃあそこでさ実際にその学生目線で企業は見ているっていうのはなんとなく分かるんですけど、働き手として企業を見るで具体的に言うとなんかどういうなんだ構造というか、どういうことですかね。もうこれはなんていうの、一言で表現するのはもうほぼ不可能なんだけど、あのやり方ははっきりやってたくさんの情報を集めてたくさんの人と対話するっていうことに尽きるような気がするのね。例えば採用担当者とか経営者の人と話すること、面接とかであったら相手が求めてることがどんなことなのかっていうのは話せば一発で伝わるよね。例えば意外と自分が用意していた答えを聞いてくれなくって全然違うことばっかりこう問われたとか、あそういうことをこう期待してるんだってことに気づいたっていう経験って多分就活中にはすごくあると思うんだよね。つまり俺たちが思ってるいい就活でいい質問っていう風なものと向こうが本当に聞きたいことっていうのとはちょっと違う可能性があって、そうやって就活中に社会人と会うことによって社会人の目線とか採用担当者の目線がどこにあるのかっていうのを自分が獲得していく。だから経験あると思うんだけど、3年生とか2年生が4年生の就活終わった後の人と話すと4年生ちょっと大人に見えるというか、こうなんか大人になってちょっと半分社会人になった感じになる。で本人もちょっと自信が持ててるっていうのはやっぱ何かが変わった可能性があるんだけど、何が変わったかってほとんどの人うまく言えないんだよね。だけどそれをあえてここで表現するならば、社会人の視点を獲得することができたからこそ自分は変わったっていう確信があるし、今までと違うものの見方やものの言い方ができるようになっているっていうことになってるのかなっていうふうに思うんだよね。確かに学生の頃よく言うのが社会人目線ってよく言うけど、社会人が何を考えて日々どういうふうに仕事と向き合っているのかっていうのは多分大学の中だけで生活してたら全く見えてこなくて不安になっている人って結構多いと思っていて、確かに就活の中で出会う社会人といろいろ話したりコミュニケーションを取る中で、社会人って仕事とこういうふうに向き合ってるんだとか、仕事に対してこういう思いでやってるんだとか、意外とこういう壁にぶち当たってるんだとか、会社ってこういう規模感で仕事動いてるんだみたいな、こうなんかどん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 こういろんな中身が見えてくると、自然とその社会人が考えてることとか言ってることの意味がこう分かってくるっていうのは確かにあります。だからこそやっぱりたくさん受けた方がいいと思うし、受けて話す中で新しくやりたいことが見えてくるというのが就活の良さなので、まあ、正直言って就活そのものがやっぱ成長の糧になっている可能性があるかなっていうか、成長した結果就活で評価されるんじゃなくて、就活そのものが就活中に成長するまあ機会になっている可能性がこうあるので、そういうふうに就職活動のことを見れるとやっぱりいいのかなっていう感じはするよね。しかもその内定もらうことがゴールじゃないですもんね、そこからの方がむしろ長い。いやそれもねやっぱすごくこうあって、内定をゴールだって思うのって受験の合格だと思ってるからだと思うのね。学生評価っていうか学生の中のそのゴール設定ですよね、俺も就活講座でねよく話するイントロのつかみのところの話があって、その就活ってよく分かんないよねと、謎が多いから不安な人も多いよねって話して、でその中でなんでかっていう原因の一つに、就活を合格だと思って内定を合格だと思ってしまうとすごく辛いですよって話をすることが多いのね。でそれどういうことかというと、
受験勉強って一生懸命頑張れば絶対に行きつけるところなんだよね、はい、で合格するために何をしたらいいかっていうのははっきり明示されてるんだね、まあ、簡単に言うと何点以上取れば必ず合格って言える線が引かれているんだけど、就活って何をどうすれば必ず合格するっていうラインってないんだよね、うん、だから自分の思い通りにならないんだ。だから失敗してもなんで失敗したか分かんないってことが結構あるんだね。で会社によってはフィードバックしてくれたりするんだけど、実はそのフィードバックはあんまり役に立たなかったりするってことも意外と多くって、それは何かっていうと答えが一つじゃないからなんだ。つまり学校での勉強って当たり前だけど、テストの答えは一つしかないの、はい、2つも3つもあったら困るっていうか丸がいっぱいついちゃうからね。じゃなくて社会で出て仕事する上で答えが一つなんてことってなくて、自分なりの答えをこう作っていくしかないシチュエーションになるわけね。それを実践力って言ったりするんだけど、まさに就職活動はそれが求められていて、だから合格に至るための方法が一つだけ決まってるわけでもないし、何をもって合格に行きつけるのかっていう答えも一つに決まってるわけではないんだよね。だから内定っていうのをあんまりこう合格だと思ってしまうと、なんかこんなに頑張ってるのに、こんなに努力しててこんなに先生の言う通りやってるのに内定かっこ合格がもらえないって人のせいにしたくなっちゃうというか、でそういう人って多分いつまで経っても内定取りにくいというか、で内定取っても納得いかないみたいな、ね、ことにもなるので、そこは合格とか受験勉強とは全く別の自分なりにやりたいことを見つけて、そこに自分なりに評価されていくっていうことをやっていくのが就活なんだっていうふうにちょっと発想の転換をした方がこういいかなと思います。だからこそ余計その周りのよく足並みとかスピード感とかを気にしちゃう子がいるとは思うんですけど、うん、そこをちゃんとこう自分の中で理解しておくと、うん、ってことはその自分の中でのやりたいことが見つかるタイミングも絶対人バラバラだし、うん、自分のその向いてる企業というか行きたい本当に行きたい企業が見つかるタイミングも絶対みんなバラバラなわけだから、うん、変にこう周りとのなんかこう周りが内定持ち始めても焦る必要ないし、うん、内定の数だって気にする必要は全くないし、落ち着いてその本当に自分のやりたいことが何かっていうのを考えながら、うん、就職活動とまあちゃんと向き合っていくっていうところが大事ですよね、うんうん、まあ、内定いくつもらってもね、結局行くとこ一つなので、ここいいなって思うところに一つもらえればいいだけなんで、あんまり競う必要もないし、でそもそも内定はゴールじゃなくてスタートだからね、うん、その会社の人からするとこっから仕事を始める入り口が内定なのであって、就活生の多くが思ってるように内定もらえばゴーグルテープ切ってあとなんか楽になるっていうわけじゃないんだよね。むしろその後の方が大変なわけだから、あんまりその受験的に考えない方がいいし、あんまりねゴールだと思ってる人って評価されないと思う、うん、採用担当のそれ分かっちゃうので、内定取ったらこいつゴールだと思ってるのかなとか、それとも内定を取ったところからスタートしたいんです、その入った後がエキサイティングだと思ってるんですって言えてるかどうかっていうのはやっぱりよく見てる可能性あるよね。だからあんまりやっぱり受験のメタファーで考えない方がいいかなっていうふうには思うよね、うん、まあ、そう考えると本当結論を言うと、別に第一志望落ちたことは何も悔やむ必要も悩む必要もない、うん、むしろここから始まっていくから、うん、まあ、大事な考えとしてはその社会人の目線をこうこぼさずにしっかりこうキャッチして次のステップ、うん、第二志望を探すとか第三志望の企業を探すっていう、まあ、ステップアップしていくっていうところ、うんうん、その視点の転換、学生目線から社会人目線にこう切り替えていくっていうところを丁寧にやれば、うん、絶対にこう行きたい企業っていうか素敵な出会いは絶対あるよっていうところですよね、うん、もう全く慰めじゃなくて本当にそうだと思うのね、うん、なんか思った通りの結果を出すんじゃなくて、思っても見なかった結果を出すってことをエキサイティングだと思えた方がいいと思うし、そっちの方が絶対いいと思うんだよね。だから想定通りの答えを出して想定通りの会社に受かることも素晴らしいと思うんだけど、それ以上に思ってもみなかった自分の可能性を見つけた方が相当エキサイティングだし、人生の広がりとか、まあ、大きいと思うんだよね。いやワクワクしますよね、うん、そのままで。だからやっぱそっちを目指すべきかなっていうふうに思うと、うん、第一志望は落っこったからこそ思ってもみなかった方向の一歩を踏み出しているわけで、むしろラッキーだっていうふうに極論言えると思うんだよね。結構そうやって捉えることができる人って強いなとも思うし、ぜひ、ね、この人もそういうふうに考えて、ね、前に進んでほしいなというふうに思います。ぜひ前向きにこれからもいろいろチャレンジングに頑張ってみてください、はいはい、それでは本日のお話は以上となります、はい、このように学生のリアルな悩みや相談は随時受け付けておりますので、聞いてほしい話や悩みがありましたらぜひコメント欄の方にコメントのよろしくお願いします。お待ちしてます。